軍事費の増大に関して今やろうとしている日本の防衛政策は非常に危険です。ロシア、中国などから攻撃されるような、防衛の在り方を目指そうとしている。つまり何か、国連のこれは憲法ともいえる敵国条項、要は旧敵国である日本がそのような軍備を広げるようなことをしてしまったら国連安保理の許可なく攻撃することが許されてるんですよ。この条文は私文化もしてないし今も生きてる。今やろうとしてることはかなりリスクが高い。そんなこと進めちゃダメです。政治に騙されちゃいけない。なく、それはこの本にもいっぱい書いたけどさ、国連憲章で日本は敵国条項があり、そしてサンフランシスコ講和条約があり、安保条約がありって、ギンギンに国際条約でがんじがらめになってる日本が国防上二流国であるのはしょうがねえわ。金は一流国ぐらい使ってるけど、少なくとも実際は戦争は一切しちゃいけないんだから、戦闘行為は。日本は少なくともね、9条の縛りがあろうがなかろうが、それは条約でそうなってるわけだ。日本がそういうつもりになったらいつでも日本は滅ぼしていいっていうのは敵国条項なんだからさ。9条改正が日本が軍備を攻めるつもりだって中国が解釈しましたって言うと、9条改正と同時に中国が日本を攻め込んだって、国連軍は中国を味方しなきゃいけないね。それが敵国条項で、極めて危ない敵国条項っていうのがあって、でこの本にも書いてるように、今でも外交の節々では敵国条項持ち出されてんだぜ。敵国条項、国連憲章第53条第77条1項 B 第107条に規定されている。端的に説明すると、第二次大戦中に連合国の敵国であった国が戦争の結果確定した事項に反したり侵略政策を再現する行動などを起こした場合、国際連合加盟国や地域安全保障機構は安保理の許可がなくとも当該国に対して軍事制裁を科すことができるとしている。つまりあらゆる紛争を国連に預けることを規定した先の国連憲章51条の規定には縛られず、敵国条項に該当する国が起こした紛争に対して自由に軍事制裁を科することが容認される。なお、これらの条文は敵国が敵国でなくなる状態について言及していない。